こんにちは、S&D です。今日はレセプション、サーブカットの基本をやっていきたいと思います。サーブカットも基本は普通のパスと同じですが、サーブは横に揺れたり下に落ちたり伸びてきたりするので落下点の予測が大事になります。サーバーがどこを打とうとしているのかをよく観察することと、ボールの落下点になるべく早く入ることと、セッターに腕の面を最後まで見せてあげることを意識してやってみましょう。サーブが打たれて手元に来るまでの間に3カウント取っていくとやりやすいです。サーブが打たれて落下地点に移動するのが1、2で止まる、3で出すというリズムを意識しながらやっていきましょう。構えるときに低く構える人もいれば楽に構える人もいます。私は少し楽に構えるタイプですが、自分に合った構え方を練習で見つけていきましょう。はじめは優しいサーブを打ってもらって、形を作るところから始めていきましょう。自分がボールを当てる位置、このことを面と言います。この面がセッターに向いてるとボールは自然にセッターに返ります。ここに絵が描いてあると思って、それをセッターに見せ続けることを意識していきましょう。ということは、横に来たボールをこう取ってしまうと上に向いていますね。なので、ここに来たボールはこう向けて、セッターがこの面を見れるように角度を調節していきましょう。サーブカットは非常に難しいプレーとなります。なので、このプレーを楽しいと思いながら練習することが一番の上手くなるポイントだと思います。今日はサーブカットの予測について解説をしていきます。ポイントの一つ目は、前も後ろも右も左も自分が動きやすい姿勢で構えるということです。私の場合は膝を軽く曲げるぐらいの姿勢で構えています。そこでオーバーカットもアンダーカットも出やすい、少し手を上げた位置ぐらいに構えて、ポンと添えるようなイメージで構えています。ポイントの2つ目は、基本正面でレシーブするのがいいとされてるんですが、ある程度正面に入っていないと、ここからまた変化をしてしまうので、正面に入らずに変化をされるともう届かないんですけど、ある程度ボールが来る正面に入っていれば、ちょっとそれても頑張れば面で対応できるので、サーバーが打った瞬間からボールの軌道は急に変化するわけではないので、サーバーのフォームを見て手を離れた瞬間からどのコースに飛ぶかっていうのは決まっているので、余
しっかりとサーバーの手元ぐらいから見る。そしてそのボールの正面に入る、もしくは誰かに取らせる、声を出すということが必要です。ポジション取りです。人によってオーバーカットが得意な人とアンダーカットが得意な人と分かれると思います。特に皆さんが気になるのは前に落ちるサーブ、もしくは後ろに伸びるサーブ、この2種類が苦手項目になると思います。なのでレシーブポジションを、例えばオーバーカットが得意であれば一歩前、アンダーカットが得意な場合は一歩後ろと、一歩ポジション取りを変えることによって取りやすさが大きく変わります。初めてやる対戦相手の場合は一周したらサーバーの特徴がつかめると思います。例えばジャンプフローターなのか、フローターサーブなのか、伸びるサーブなのか、落ちるサーブなのかとか、いろいろ情報が分かると思うので、まず試合の時はもちろんレシーブを上げることも重要なんですが、何回かそのサーバーと対決することがあるので、手を早い段階で掴んでおくというのが2周目からのサーブカットの返球率にも関わってきます。ポイント4つ目は、エンドラインから自分の身長分前にいるときにジャンプでオーバーをするボールはアウトという感覚を練習から覚えていきましょう。会場は違ってもコートの大きさは同じなので、ここに入るときはサイドラインから何歩、エンドラインから何歩というふうに決めておけば常に同じ状態でサーブレシーブができるので、そういうルーティンなども見つけていきましょう。翔太よ、サーブカットは非常に難しいプレーなんですけれども、しっかりと一球ずつ考えながら練習をすることによって上達するプレーです。ですので、できれば練習の時から自分の姿を動画で撮って、いいところと苦手なところを自分で理解して克服していくということが上達の近道なのではないかと私たちは考えています。今日はサーブカット、レセプションのオーバーカットの練習をしていきたいと思います。前回はアンダーカットの基本でしたので、今回はオーバーカットの基本を解説していきます。リズムの取り方などは以前と同じように、1、サーバーを見て軌道を予測します。2、落下点で止まります。3、ボールを出すの要領で行っていきます。オーバーカットのポイントは、オーバーで取るという前提ではなく、アンダーでもオーバーでもどちらでも出る姿勢で、肩より上にボールが来たからオーバーで取るということです。高いところから手だけでカットしてしまうと膝のクッションが使えずにボールに負けてしまうので、足はアンダーカットと同じ姿勢でオーバーでカットしていきます。ボールを捉える位置が体の遠くや頭の後ろではなく、オーバーパスをする斜め45度ぐらいのところに入り込んでいってセッターに返していきます。ポイントはボールを捉えたらロングパスのように腕を45度方向に伸ばしていくということです。前に出すと下に落ちてしまいますし、上に上げると真上に上がってしまうので、45度の位置で捉えたらそのまま45度の位置に腕を伸ばして返していきます。その時に指に力が入っていないと指が負けてしまうので、なるべくボールが来て触る瞬間に指に力を入れておきましょう。柔らかく返すというよりかは弾くようなイメージでボールを返していきましょう。はじめは相手コートの真ん中あたりからサーブを打ってもらって感覚を覚えていきましょう。
エンドラインからサーブを打ってもらってオーバーカットで返していきましょう。でサーブレシーブができるようになるとサーブレシーブのポジション取りを少し前にすることが可能となります。今日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。